こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。ウォン安ドル高が止まらなく、経済崩壊寸前の韓国ですが、危険水域に達し、 IMF 危機の二の舞になるようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。韓国国際金融学会長のソン・テユンヨン世大学経済学部教授がソウル経済とのインタビューで、最近のウォン価値下落はすでに危険水位として、政府と通貨当局がまともに対応しなければあっという間に1997年の通貨危機に次ぐ危機を迎えることもあり得ると話している。ウォンドル為替レートが1400ウォンに迫り、外国為替市場に恐怖が広がっている。韓国国際金融学会長であるヨン世大学経済学部のソン・テユン教授はソウル経済とのインタビューで、現在私たちが経験するウォン価値下落はすでに危険水準とし、政府と通貨当局がまともに対応しなければあっという間に1997年の通貨危機に次ぐ危機を迎えることもあり得ると警告した。ユン・ソギョル大統領の米国訪問を控えて関心が高まった韓米通貨スワップに対しては、イソップのキツネとブドウのふさぐ輪を例に挙げ、政府の消極的な態度を叱責した。ソン教授は、政府は米国が韓米通貨スワップをしないという早合点で自暴自棄する態度から捨てなければならないとし、韓米同盟の相互利益を強調しながら、もう少し積極的な姿勢を取る必要があると強調した。それではネットの反応です。ムンジェインの人口抹殺政策、ユン・ソギョルの経済破綻政策。今まで大韓民国を愛してくださってありがとうございます。ユン・ソギョルのせいで国が滅びるんだ。今年初め1200ウォンの時から国が滅びると書いていたのに、まだすでに国が滅びたという記事は書かないの？最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。